白イルカは、母乳子偶天目一角化白イル家族に分類されるクジラ類。本種のみで白イル家族を構成する。別名ベルーガ。白クジラ。北極海、ベイリング海北部、オホーツク海、クックワン、セントローレンスワンも、上記の北極海の地域に断続的に分布し、ベイリング海北部にかけて分布する。オホーツク海やクック湾、セントローレンス湾には、 隔離個体群が分布する。稀な例として下記に、ユーコン川上流域 1120km まで、遡上したり、日本近海で発見された例もある。春になると、白イルカは夏場の生息域であり、出産及びそれに続く子育てのための海域でもある、湾、川口、浅い入り江などに移動する。これらの夏場の生息域は互いに離れているが、母白イルカは通常は毎年、 同じ場所に戻ってくる。秋になり、夏場の生息域が氷に覆われ始めると、白イルカは冬場の生息域への移動を開始する。多くの白イルカは、冬の間は、不氷が成長する方向に従って南下していくが、不氷からはあまり離れない。一部の白イルカは、不氷の海域に止まり、氷の隙間を探して、そこで呼吸する。白イルカは、 海面の95%以上が不評で、覆われているような海域でも氷の隙間を探すことができるとされているが、まだ詳しくはわかっていない。白イルカの持つ反響定位の能力は、氷に覆われた北極圏の海域に適しており、反響定位によって氷の隙間を探しているとも考えられている。最大体長オス5.5メートル、メス4メートル、体重オス1300キログラム、 メス6 0 0ラム。体色は白い。別名ベルーガは、ロシア語で、白いの意がある語に由来する。前頭部にあるメロンと呼ばれる、脂肪組織は、他の白ジラ類のものよりも、丸く柔らかい。多くの白ジラ類と同様、鼻空の奥を振動させて生じた音波を、メロンを、レンズのように用いて収束させ、個体間のコミュニケーションと、エコーロケーションに用いる。 様々な鳴き声を出し、一部は空中からでも聞こえるため古くは海のカナリアという別名をつけられたこともある。メロンは他の白ジラ類とは違い、形状を自分の意思で変えることができる。これは北極圏の氷の海に適応するためであろうと推察される。メロンを震わせながら歌うおでこプルプルシ白イルカと称する白イルカが横浜。 八景島シーパラダイスに飼育されるのが知られている。白イルカによるバブルリング頭部は小型。7個の頸椎が誘導状態、そのため頭部を上下左右に振ることができる。頸部は明瞭でよく動き、頭部を左右に90度近い角度で曲げることもできる。この特性を利用して、水族館では人間におけるおじぎさま行動をさせることがある。野生状態では首を動かしながら、 口から海底に水を吹きつけて掘り返し、低性動物を捕食していると言われている。効率よく、水。この特性は、水族館で、バブルリングの演技に応用される。こうした短い糞は強力な負圧を発生させることが可能であり、食事はこの負圧を利用した吸引方式で行う。胸びれは加齢に伴い髪型に反り上がる。胸びれの可動性が高く、 胸びれを動かすことで、狭い場所で活動したり後方へ泳ぐこともできる。背びれはない。俗名、デリフィナプタースは、翼がないイルカの意で、背びれがないことに由来する。中央部より、やや後方に高さ1から3メートル、縦幅0.5メートルの隆起がある。尾びれには、茶色の公園があるが、これも、レーと共に鮮明になる。 脇腹の贅肉である腹水体を制御し泳ぎを安定させており、この様子が船乗りから人魚のように見えたという。上下16から18本ずつ、計32から40本の歯があるが、先端は摩耗する。歯は激しく摩耗することや口述するように、生後2から3年で放出することから再食の際には、あまり重要ではなく、威嚇や歯をすり合わせて発生するなどの用途がより、 重要だと、示唆されている。出産直後の幼獣は、体長120から183センチメートル、体重35から86キログラム。体色は、開国色だが、生後4から6年で灰色、泡灰色、青白色と白くなり、生後7年で白くなる。生後2から3年で歯が放出する。白イルカは、非常に社会的な動物であり、 通常は同年代の同性で群をなして行動する。子連れやオスの成獣の実の群れなど15から200頭の群れを形成して生活する。オスの場合、数百頭もの群をなすことがある。それに対し、子連れのメスの群のサイズは少し小さい。夏季になると川口に集まり、砂利などで古い表皮を剥ぎ取り脱皮する。この脱皮を行う前に退職が次第に、 黄色味を帯びてくる。この時にはほとんどすべての白イルカが集結しており、捕食者に対して無防備となる時期でもある。北極グマの攻撃によってつけられた傷を持つ個体も少なくない。陶器になると沖合で過ごす。胃の内容物から魚類、カニなどの甲殻類、貝類、誤解などの関係動物などを食べると考えられている。食物は50から100種にわたると考えられている。 海底にいる獲物を唇や舌を使って吹きつけたり吸い込んだり5頭以上の個体が浅瀬や浜辺に獲物を追い込んで捕食することもある。捕食者としてシャチ、ホッキョクグマが挙げられる。セントローレンス湾ではホホジロザメが捕食者となっている可能性もある。クリック音、キーキー、音、口笛のような音、ベルのような音など様々な音声を発する。ある研究者は 白イルカの群の出す音をオーケストラの弦楽器が演奏の前に調音している時の音に例えている。先に白イルカは海のカナリアと呼ばれることもあると述べたが、これはカナリアのように想像しい体と言われることもある。50種類の明らかに異なる音声が記録されており、多くの音の周波数は 100Hz から 12KHz の範囲である。2から5月に交尾を行うが地域変異がある。 妊娠期間は14から14ヶ月半。4から8月に1回に1頭の幼獣を生む。出産するメスは未成熟のメスを伴い、群れから離れて入り江や岸辺で行う傾向がある。親子は初めは群れから離れて生活するが、徐々に子連れ同士で群れを形成する。出産間隔及び授乳期間は2年で、授乳期間中に次の幼獣を妊娠する。オスは、 生後8年、メスは生後5年で生成熟する。寿命は30から40年。フェロー諸島の白イルカの切手て遡上する酒類を捕食することから、漁業関係者から嫌動されることもある。2017年の時点では一部の個体群では生息数が減少しているものの、多くの個体群、以前は芸油や飼料用、比較用の捕鯨により、 生息数は減少しているとされていた。決まった回遊を行うこと、下季に一定地域の加工に集まることから、大規模捕鯨が行われたこともある。商業捕鯨は停止したが、現地民による狩猟は続けられ、北極圏全体で年あたり2500頭が狩猟されていると考えられている。セントローレンス湾では、環境汚染による繁殖率の低下や死亡率の増加により、 生息数が減少している。石油、天然ガス採掘による船舶の増加や、音は地質調査による影響、パイプラインの設置、水力発電用のダム建設による水温の変化などによる生息数の減少も懸念されている。1979年にクジラ単位でワシントン条約付属書通に掲載されている。他のクジラ目の種と比較すると多いと言えなくはないが、 それでも捕鯨が盛んになる以前と比べれば非常に減少している。生息域別では母方都海に4万頭、ハドソン湾に2万5近み、ベイリング海に1万8000頭、カナダの高緯度海域に2万8000頭がいる。セントローレンス湾ではわずか1000頭程度である。イヌイットにとって白イルカは伝統的な獲物の一つであるが、皮肉ながら地球温暖化が進んだ結果、 表情を移動すると氷が割れる恐れが増したため、イヌイットの漁師たちは、アザラシやシロイルカから内陸部のカリブーに狙いを変えるようになっている。人間による間接的な上乱も脅威となりうる。セントローレンス川やチャーチル川では、シロイルカウォッチングがブームとなって大規模に実施されている。人間の小型船に無関心な個体もいるが、中には水族館向けの捕獲は、 ロシアでは半数ほどが順地期間中に環境に馴染めず死ぬと指摘されるが中国や他のアジアの国及びカナダの水族館が購入している水族館に展示されるシロイルカ水族館で展示されたクジラとしては最初の種の一つである1861年にバーナム博物館で初めて展示された北米、ヨーロッパ、日本などの水族館などで 展示飼育が続けられている。体の色だけではなく、頭部を上下左右に動かすなどして、表情も豊かであるため、非常に人気がある。水族館で展示飼育されているのは多くは、野生個体だが、飼育下繁殖の成功例もある。また、北米では、ミスティック水族館が人工受精に初めて成功している。日本では、1976年9月に、 鴨川シーワールドによって初めて一般公開された。2004年7月17日には日本では初めてとなるシロイルカの赤ちゃんが名古屋港水族館で生まれている。母親は2001年4月18日にロシア連邦科学アカデミー付属の飼育施設から同水族館へと来たナンバー3、父親はナンバー2である。子供はオス、個体ナンバーはナンバー7であり、 2005年3月13日にベルという愛称が付けられた。本種の出産は世界中の水族館で報告されているが、生後半年以上成長する例は稀である。名古屋港水族館はベルの繁殖の成功により、2005年8月、日本動物園水族館協会より繁殖賞を受賞している。また、鴨川シーワールドのナックは、 日本唯一のカナダさんであるが、イルカに言葉を教える訓練中である。そして、2018年6月にリニューアルオープンした上越市立水族博物館においても、日本国内で5番目のベルーガの飼育展示を行っている。白イルカは、口をひょっとこのように突き出すことができるため、遊びでバブルリングを作ることができる。島根県立島根海洋館においては、あーりゃ、 ナスチャ、ケイリャ、ランゲル、アンナが口をすぼめて、高校内に溜めた空気を吹き出して、空気の輪を作ることができ、アーリャ、ナスチャ、ケイリャの3等パフォーマンスなどの際にその様子を披露している。また、中国の水族館大連極地下にもバブルリングを作る個体が存在する。ありがとうございます。